ばんは。お待たせいたしました。先ほどは配信ありがとうございました。残りの時間を含めてちょっと計算して、ただいまこの時間にやらせていただいております。よろしくお願いいたします。ただいまです。すごいたくさんクッキーありがとうございます。先ほどはね、配信とても楽しかったです。ありがとうございました。この時間はね、お礼をしたいなというふうに思っております。はい、29位から、まあね、30分ぐらいしかないので3人ぐらいもしできたらいいかなっていうふうに思っております。最初にお名前だけお呼びいたしますね。韓国ペンギンさん、あたりさん、埼玉のおいたんさん、いらっしゃったら、もしね、おー、ひまたろうさんありがとうございます。すごい好き、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。好きだわー、ありがとう。リッチーこんばんは。クッキーもたくさんありがとうございます。そう、長寿代のねイベントのお礼をねさせていただきたいなっていうふうに思っております。そう、メール、今日のね朝のメールにね、そう、実は書いたんですけど、撮ってくださってますか。ありがたわです、本当にありがとうございます。サボ子さんありがとうございます。ブラベさんもありがとう。もしいらっしゃったら、埼玉のいたんさん、あたりさん、ココペンギンさん、もしいらっしゃったらコメントよろしくお願いします。いらっしゃらなくてもやろうかなちょっとね、メールでは、ね、1時間ぐらいあるっていう風に書いたんですけど、30分ぐらいしかないので多分3人ぐらいで終わってしまうと思います。はい、こんばんは。こんばんはです。ヤッホーです、ヤッホーですたまにゃさん、ありがとうございます。かわいい。お、浦部さん、浜広川さん、小辺美さん、ありがとうございます。浦部さんもありがとう。ルルタンナさんもありがとうございます。サンキューです。サクちゃんさんもありがとうございます。命大事にイベント中です。ぜひよろしくお願いします。こちらのフォローボタンポチッとよろしくお願いします。間違えた、こっちだ。よろしくお願いします。イベント中なので、ただいまね、イベント中なので、ぜひ、無料のショーゴールドは余っていたら、ぜひ、のぶちゃんに、なるべく10連で投げていただけたら嬉しいです。そして、キラキラ星も、のぶちゃんに100個いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。こんばんは。あきさん、ありがとうございます。命大事には、命がね、そう 60% ぐらいの力で、楽しくその中でイベント頑張っ、楽しく頑張ろうみたいな、そんな感じです。はい、チョブさん、ありがとうございます。こんばんは。お子様ランチさん、ともさん、ありがとうございます。メタロウさん、あ、ごめんなさい、こんばんはそう、名前をね、たまたまね、パッてついたから呼んでしまったんですけど、引きこもももさん、ポニーさん、ありがとうございます皆さんこんばんはおさまランチさんもありがとうございます。まえたらさんもありがとう。なだみおごさんもありがとうございます。はい、ではそろそろやっていこうかな。まずね、韓国ペンギンさん 60% 以上はちょっとお控えくださいませ。真っ白にならないように。そしてね、
まぴちゃんはお話し会を最優先にしてほしい人なので、あのその分その残りの 40% から 60%、 70%、 80%、 90% は、全てお話し会にね来ていただけたら嬉しいです。お申し込みができない地域の方々はショールームはね、どの地域でも応援ができるので、あのぜひこちらはその全力投球でお願いします、そういう方は。でもお話し会のお申し込みができる地域の方は絶対にお申し込みよろしくお願い、あ、違う、お申し込みができる地域の方々はぜひお話し会の、入りになるぐらいまでお申し込みよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。完売を目指しております。2部完売、2部以上完売出したいです。目標2部以上完売。今ね、まずリアルお話し会の、はい、まずリアルお話し会に最優先でお申し込み、次にまあちょっとねないんですけど、リアルお話し会にお申し込みしていただけたら嬉しいです。で3にリアル、4にリアル、5にオンライン話し会なので、まず本当に最優先でリアルお話し会に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。こんばんは。今ね第11再販が始まっておりまして、今ね第2次の6時から本日の18時から始まってるんですけど、先ほどリポストいたしましたので、ナオピちゃんの STU48 ノアピピで今ね、個人の固定コメントに書いてあるんですけれども、そうちょっとね個人 X をご確認いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。あ、ソニックさんありがとうございます。こんばんは。そうで、そこのところから確認していただけたら、先ほどリポストいたしましたので、お申し込みのほどよろしくお願いいたします。モロクズのお申し込みでねお願いします。はい、無料登録できます。イエーイ、見て25日の話し会楽しみにしてます。楽しみ、ありがとうございます。こんばんは。1にリアル、2にリアル、3にリアル、5にリアル、お話し会を優先的に、リアルお話し会、ただいまね3月20日のさよなら中二病、題名面白いでしょう。気になる方はぜひ来てください。どんなことをするのかと言いますと、この1年間のアピちゃんはこういうとこが中二病だと思ったみたいなのとか、あとはね、どんなのアピが登場するかは分かりませんので、ぜひ気になる方は来ていただけたら嬉しいです。これが一番最初の最優先で来ていただきたいです。よろしくお願いします。お話し会の日、誕生日です。この日ね、ありがとうございます。皆さんこの日はね、1、2、3時間目で、1、3時間目がお話し会です。2時間目がツーショットなのでね、可愛いデートコーデです。チョコレートデートです。チョコレートって知ってますか？チョコレートはですね、あ、これ広島県で行います。もし来れる方はぜひ来てください。これはまあ、仮な気がしますちょっと待ってくださいね。そう、最初と最後が仮で行われる予定だったので、はい、3月20日は仮で行われます。仮メッセで行われますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、25日もお待ちしております。チョコレートデートはですね、チョコレートっていうのは It's me, are you? の島らしいです。そう、中3になりましょう。もうすぐ早いですよね。次が3月3日のオンラインお話し会なんですけど、オンラインお話し会は3月3日の
おひなのアピのところにお申し込みいただけたら嬉しいです。リアルにね来れない方とかは、そう、ぜひ3月3日のリアル話し会にお申し込みいただけたら嬉しいです。最後、このシングルのね今のところ最後のお話し会となっております。3月3日の土曜日、3月3日じゃない、3月23日の土曜日、3時間目お会いできてよかったという、今年1年で、ね、ありがとうっていう意味を込めてお会いできてよかったっていう風なタイミングにしております。なので皆さんに感謝をね伝えたいと思います。なんかそう、最近ねファンになった方にも、やっぱりファンの方にもたくさんお礼をねしたいと思います。ノアピのファンになってくれてありがとうみたいな、それの内容は内緒なんですけど、まあ、やめるわけではないので大丈夫です。はいそう、あ、それ、マリオカートのね、そう、コース名のやつです、チョコレート。それがねリアルお話し会なので、みんなリアルお話し会待ってるよーんチョコレートデート、どんなデートコーデになるかお楽しみに。うん、今から楽しみにしてます。はい、楽しみにしていてください。ちょっとみんなマリオになってねIt's me, Mario! って言ってきてね私はピーチ姫になりますので、クッパにさらわれますリアル話し会待ってます。はい、3月20日のさよなら中二病の日が最優先で来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。お申し込みができる方はぜひよろしくお願いいたします。絶対に成功させようねあ、かくさんありがとうございます。ファイトありがとう。そう、まあ今までの流れ的にはこんな感じ。やっぱね誕生日プレゼントはそう、あちゃーって感じなんですけど、うん、でも本当に来てくださった方ありがとうございました。お前話し会、こんばんは。来年の誕生日こそは皆さんから誕生日プレゼントをいただきたいですおめぞうさんのじみょんごさんありがとうございます。いえ、誕生日当日にお話し会ねやりたいよね、やっぱりね。でも誕生日当日に配信あったんですよ。そう、ニューエプロジェクトっていう YouTube チャンネルがあるんですけど、皆さんニューエプロジェクトの YouTube チャンネル、今年のめっちゃ最近かむね、今年の3月待つまでに、クビにする3月末までに1万人達成します。登録者数が1万人達成しますと、私たち今 2.5 期研究生という風な形なんですけれども、ここから正規生に昇格するという挑戦をしていますので、もしよければニューエブプロジェクトという YouTube チャンネルのフォローのほど、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、ニューエブプロジェクト STU48 がついてないので、ちょっとね英語なんですけど、ニューエブプロジェクトで、はい、よろしくお願いいたします。キノコのパパさんありがとうございます。はい、が私の私たち 2.5 研究生のチャンネルでございます。よろしくお願いいたします。今ね9100人ぐらい今行ってまして、めちゃめちゃ本当に伸びが良い時期なので、2月中には達成したいなというふうに思っております。超えて行けが私たちシティフォーテートの今年のスローガンなので、はい、6周年の時のね、はい、なのでもうすぐなんです。本当にあとぜひあと900人ぐらいの方々が登録していただけたら1万人達成するということで、とてもね楽しみなんです。そう、ちょっとね
まあ、今いらっしゃるちょっとのぞみようこさんやっちゃいましょうか。あの長寿代のお礼をさせていただきます。そう、あと1000人切ってるんですよ。そう、ハヤトさんのおかげでね、めちゃめちゃ息に乗りて感謝です。命の恩人です。リュウさん、フロトさん、ありがとうございます。シャンシャンさん、ありがとうございます。はい、25位、のずみおんごさん、ありがとうございます。手乗り。目隠れてる。手乗り、黄色い鳥。スクショが永遠にブレる。もし好きな曲があれば、ST48 だったら何でもいけます。予定です。あと、もしこのグループさんのやつのどれか歌ってほしいみたいな、ちょっとね、曲は指定はできないです。このグループさんのやつを歌ってほしいみたいなんだったら全然受け付けます。はい、いつものねイベントだと、ST48縛りで自分でねリクエスト選んでやってるんですけど、今回のこの中々代のイベントは初めて結果が残せた、そう、楽曲なので左立ちOKです。そう、初めてね結果が残せたっていう、すごくめちゃめちゃ大事なイベントだったので、こういう風に色のついた、そう、予選の時はピンクだったんですけど、化粧を青にしてみて、ちょっと手厚く慎重にやってます。イエーイ。誰たちをですね、誰たちをですね。確かにまだ歌ってなかったですね。そうですね、46さんとイコールラブさんは歌えます。あれ、ノイジョイさんはちょっと曖昧です。お、歌ってる方がいらっしゃいましたか。ね、ノイミーさんと、そう、ちょっとね、このジョイさん、わからないです。もし今までに歌っていらっしゃる方がいらっしゃれば歌えるのかもしれませんか。歌ってなかったらイコールかもしれません。わからない、間違えた笑顔のチャンス過ごしちゃった。危ない危ない。よし、じゃあ楽しく盛り上がっていこうぜ。のぞみおんごさんプレゼンツ、皆さん楽しんでいきましょう。バー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 、さあヘタレたちよ、頑張れ。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉、これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。無気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど変わってみたくなる。そう、これをきっかけに行け。あー、ヘタレたちよ、
こらで一丁走ってみないか。さあ一度くらい、何が何だかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で、最高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 気持ちいい自分に、せーの頑張れ。必死なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ僕も適当に。力の入れ具合誰もそれぞれだろぼ。汗をいっぱいかいてるやつとか、肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め、ふう、あー落ちこぼれよ。無関心のまま生きててもいいけど、そう昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰を上げて、せーの頑張れ頑張れ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。褒めてもらえない、僕らの人生、そんなのどうでもいい、さやかやらないか。いくぞー。あーへたれたちよ、ここらで一丁走ってみないか。10秒だけやってみるか。何年かぶりにぜごめんなさい。頑張れ。僕はちょっと時やるよ。ごめんなさい。最悪。ありがとうございます。最悪。ガヤがうるさいんですよね本当に。本当にこのメイドさ、クビにしようかな。本当に。いや、知ってるよ。知ってるし、うるさいのよ。聞こえてるのよ。本当に。もう、イライラ。いえ、私専属のメイドさんです。二人いるんですけど、二人ともうるさくて。ごめんなさい、のぞみおこさん。よりによってあなたの番に。びっくりー。うん。いや、大丈夫です。たくさんいるので。うん。だから、メイドさんと言っているでしょ？いや、うるさかったから、この子で、そう。
そう、ちょっとね、意思表示をしてたんですよね。そしたらね、そう、笑い始めるから何をしたかとは言わないけど、そう、この画面外でね、こうやってやってたのいや、ね、そう、私の意思表示をね、してたんですけど、あ、ひどいことはしてないので大丈夫です黄色い鳥、可愛いでしょ。そう、リラックマの、このイベント期間中に、そのこの超重大のイベント期間中に撮影したので、にーのじめんなさん、ありがとうございました。うん、ダイウラ配信の予定ありますか？ないです。ちょっとあったらやばいですこんばんは、キラありがとうございます。ジュリエット555555555ジョーさん、違う、ありがとうございます。指さまさんもありがとう。そうだから分かったって、わし知ってるよ、なんとも言ってるよ。レトリンケシャチさん、お父さん、ナラブさん、ナズミョンゴさん、ありがとうございます。サクさん、カツさん、ありがとう。メグロのコジさん、セラマキリさん、ありがとうございます。ヤマさんもありがとう。ナラブさんも、お日様さんもありがとうございます。カプリさん、ケトルさん、カイさん、キョウヤさん、ありがとうございます。ピトーさんも、ピトー、ピトン、わかる方いらっしゃるかな。I'm from Indonesia. Thank you for coming my showroom. ありがとう。My name is Noapi. I'm 14 years old. I'm now event. So please give me your stars and free show gold. Okay? Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. ああ、確かになかなかないもんね。最近お母さんに行ってきましたか？うん、どうでしょうね、わかりません。ということで、もう時間なんですよ。早いですね、あっという間。一人しかできなかったそう、ピトンっていう映画のキャラクターがいるんですよ。あの、私の好きなプリキュアっていうアニメの、そう、スタースター、ピンク教えて、ピンク早くの、ヒロクマ知ってる、あー、広島のクマみたいなごめん、わからない。嬉しい、写真集みたいなありがとう、ヘイちゃん。ちょっとね、正反対なんですよね、イモピと私。そう、なんかね、似てるよ、似てる似てる似てる部分もたくさんある。楽しいよ、昔自分もこうだったのかなって考えると。ポラさん、ありがとうございます。ウレタイさんもありがとうございます。嬉しい嬉しい。じゃあ、定食さんもありがとうございます。山本さん、ありがとうございます。嬉しい、チョコ、チョコ、クッキー、ありがとうございます。では、終わりまーす。夢は朝には覚めるけど、ありがとうございます。こうなったらいいな、思い描いてた願いの通りになる。そんなことなんかあるわけないじゃない。
ってどこか諦めていた理想と現実天と地ほどのギャップがあるんだ仕方ないよね希望を持つのは重いけど下を向いているだけでは大事なものが見えなくなるよ覚めない夢もある神様も呆れるくらいに24時間お願いしてるよ寝てる時も起きてる時もずっとそのことばかり神様が根負けするまでしつこくてごめんそれでも君だけは諦めきれない。それでは壇上のお礼をさせていただきます。それで伊豆目黒のこいつさんありがとうございます。伊豆クリンケンはありがとう。あ、変わった。クリンケンさんありがとうございます。リバティザキさんありがとう。で、伊豆ウラビさんありがとうございます。はい、伊豆のみほさんありがとう。ごめんね。伊豆キノコはパパさんありがとうございます。7 is カズさんありがとう。8 is コーコピさん thank you very much。 5 is ホリちゃんさんありがとうございます。4 is ルルタノありがとうございます。 6 is メルタイさん thank you very much。 2 is ヒマタロウさんありがとう。嬉しかったです。ありがとうございます。 First is ナナさんおめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。絶対に叶えたい無理もいいもんだ一緒に一度のお願い誰だって持ってるよね他のことはどうでもいいだから何とかしてそんなおばあなことなの笑うかもしれない頼むよ君だけは譲りたくないんだ。あ、ボボボさんありがとうございます。ありがとう。今日も美味しいこちらこそ本当にありがとうございました。とても楽しかったです。では明日もイベント最後まで楽しくいきましょう。ありがとう。嬉しい。ありがとう。24時間お願いしてるよ寝てる時も寝て時もずっとそのことばかり神様が